今回はお腹気になるよ、痩せたいよ、でも何をどのくらいしたらいいのかわかんないよ、そういった方におすすめなメニューを全部まとめてます。体力がある方、筋力がある方は全部やってもいいですし、自分の好きなメニューレベルに合ったものだけやってもいいです。動画を何度も見ながらできるメニューになってますので頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回、初級者から中級者におすすめな、簡単で気になる部位を効かしやすいエクササイズをまとめてます。毎週土曜日にこのようなメニューを配信していきますので、平日見落としたよ、何したらいいのかわかんないよって方は、毎週土曜日にタートルフィットネスをチェックしてみてください。少し長い動画になってますが、土曜日、日曜日、時間のある方は、一回だけ通してやってみてください。やり方に関しては、平日に配信していますので、週末、今回のような動画は見ながら真似してください。それでは行きましょう。状態を起こして動きます。スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それでは行きます。スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って、お腹はどんどん締めていくイメージ。はい、お尻を締めて、あと少し、 OK。 ふぅ、あったまってきましたね。ラストは足を浮かせたまま膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが、最後頑張りましょう。それではいきます。スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ込ませて、ダーカー、いきます。スタート。こういう感じです。これはね、腰痛の改善にもおすすめです。少しです。できてますか？はい、 OK です。ちょっと休んだらもう一回いきます。あんまり連続でいくと腹筋疲れすぎて動けなくなってくるんで、ちょっと間を空けてね、行うのが効果的です。2回目いきましょう。スタート。足を使って上がるっていうのも、腰を丸めるだけ。普通の腹筋よりね、簡単ですよね。どうですか？ OK。 あともう一回です。ちょっとお腹疲れてきましたよね。上がるときに腹筋にグッと力を入れるとね、簡単に起き上がれます。ラスト意識してください。いきます。スタート。起きるときにね、グッと腹筋意識して、グッっていう感じで、足よりも腹筋使ってください。グッグッ。 OK。 お腹伸ばしていきましょう。スタート。こういう感じです。ぐーっとお尻を締めて、足つりそうな方はたまにつま先にしてもいいです。これでしっかりね、足つった、足つった、足つった、 OK。 かー、足つった。あー、30秒間足を動かしてください。それではいきます。スタート。
体はね、しっかり真横にして、股関節からつま先を上向ける感じです。こういう感じで、これ結構ね、お尻結構疲れるんです。頑張ってください。これあんまりね、使わない筋肉使ったり、股関節がね、内側で O 脚 X 脚の方はね、結構これ辛いと思います。OK! 反対向きいきましょう。それではいきます。スタート。地味にきつい。足はね、できるだけ高い方がいいです。しっかりね、集中してつま先を上向ける。むずい。やっぱりね、体ってね、左右歪みがあったりするんで、辛い方があると思います。こっちむずい。股関節から開かない。よし、 OK。はい、今度は上向きで足伸ばします。腰痛い方はね、ちょっと膝曲がってもいいです。ここからお腹をへこませて、こういう感じでね、ももを引き寄せる感じで腰を丸める、骨盤を立てるっていう動きを癖づけます。この30秒間いきましょう。スタート。つま先しっかりね、上向けるとしっかりストレッチもできますんで、お腹をへこませて、おへそを自分の顔に向けるイメージです。しっかりこれでね、腰のストレッチと腹筋使う感覚身についてきます。腰がちょっと痛い。よし、 OK。 はい、最後はスリープデッドバグです。寝たままで足を楽に持ち上げます。上体少し起こします。このままキープ。スマホ持たなくていい方は万歳です。これ30秒間やっていきましょう。ちょっと辛いですが、息はできるだけ長くふーっと吐き続けてキープしてください。手足の力を抜く感じでキープです。それでは行きましょう。スタート。息をふーっと長く吐きます。頑張って。足の力はできるだけ抜いてください。つま先少し開いた方がね、足の力が抜けるんで。あと少しです。頭つらい方もっといいです。頑張って。 OK。 かーい、てさあ、2セット目頑張っていきましょう。それではいきます。スタート。待って、息長くふーっと吐きながらね、お腹をどんどんへこませてください。わー、2セット目はつらい。お腹がもう疲れてる。頑張って。あと少し。頑張って。キャー、きつい。おー、あー、きつい。キャー、だあ、うわほほほか。3セット目やりたくないですが、頑張りましょうか。力を合わせていきましょう。それではいきます。スタート。うわあ、きつい、きつい、きつい。こうやって手振って、あ、手振ったらもっとつらい。つらいぞ。あ、まだ時間がある。しゃべる余裕がない。だー、スリップデッドバグ。いきます。スタート。3秒ぐらいキープ。1、2、3。はい、 OK です。反対も一緒です。いきます。スタート。1、2、3。1、2、3。はい、 OK です。次の中級編は今の腰をつけた感覚で両足で行います。
両足伸ばしたまま足を振り下ろしながらキープ。今度は5秒間キープです。今度は両足一緒なので3回だけです。いきましょう、5秒間キープ。それではいきます、スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。ラスト。1、2、3、4、5。 OK です。さあラスト上級編、今度は反動を使わないようにいきます。寝た状態から足を持ち上げて上体を起こしてキープ。今度は10秒目安にキープです。3回なので30秒、頑張りましょう。10秒経ったら降りて吸ったらまた上がります。頑張っていきましょう、ラスト。それではいきます、足を持ち上げて足は少し開いて、スタート。このままでキープ、息は長く吐いてください。はい、吸って吐く。腰しっかりつけて、はい、吸って吐く。あと少しです。ダーカー。それではいきます、スタート。足をね、抱える感じで、お腹触ったら分かると思います、力入ってます。今度は反対、押さえるだけです。腰も首も痛くありません。よーし、 OK です。中級編は上体を起こして同じように押さえます。上体しっかり起こしてますから、さっきよりね辛くなると思います。10秒ずついきましょう。それではいきます、上体をしっかり起こして、スタート。しっかりね、ももを手前に押してください。反対です。どんどん引き寄せて、オッケーです。さあラスト上級編、辛くなります。上体を起こして片足曲げて反対足を浮かしておきます。この状態でキープ。これ10秒ずつ辛いので5秒おきに足を入れ替えます。それで20秒キープです。それではいきます、スタート。5秒おきに足入れ替えて、はい、どんどんね引き寄せて、はい、あーきつい、あー、はい、ラスト。ももを引き寄せて、ダーふー。お疲れ様でした。最後まで頑張れた方優秀です。迷ったら今回のような動画のリンクをスマートフォンのメモ帳などに貼り付けて、時間のある日に何度も行ってみてください。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンや感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、また別の形で配信してますのでチェックしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。